口博ブラックは漫画みたいに小回りされた画面でアニメーションさせるというちょっと普通のアニメとはちょっと違う感じの画面構成で作っています。その漫画とアニメの影響っていうのはなんかどういうとこから出てきたりなんですか？もともとその普通にアニメーションを作ろうっていうことになりまして、イメージボードっていうのをまず最初に書くんですけど、そのイメージボードを普通に大きい紙に大きく書くのがちょっと苦手で、漫画のコマみたいなコマを紙にいくつか書いて、そこにイメージボードみたいな形でコマの中に絵を描いていったんですけど、それを見たらこのまま動かした方が面白いんじゃないかなっていう話になりまして、でそのまま動かしていることになったっていう、ちょっとそんな感じです。では、モノクロだったんですけども、はい、なんか意味っていうか、なんか一応ブラックっていう題名だったんですけども、なんかそこはいいですか？その時ハマってたのがたまたまペンだったっていうだけなんですけど偶然が重なってます。そうですね。じゃあ続いてなんですけども、作品の中で一番注目してほしい点というか、こだわりがあったら教えてください。注目してほしい点というか、漫画のコマみたいにいっぱい絵が描いてあるので、逆にどこを見てたらいいのかよくわかんないっていうふうにちょっとよく言われちゃうんですけども、動いているところを見てれば一番間違いないです。私の作品はちょっとあんまりうまく説明できるようなものじゃないので、ぜひ会場に足を運んで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。